お元気ですか、ボクシュミです。今日は、このスゴ麺の函館塩ラーメンを食べていきたいと思います。では早速ね、熱湯を入れて4分待ちたいと思います。4分経ちました。それでは食べていきたいと思います。まずはね、こういうふうに蓋を開けたいと思います。で、まずはこちらですね、この後入れスープですね。これね、蓋の上でね、麺をね、温めたんですけどね、まずそちらを入れまして、ちょっとね、軽く溶いていきます。で、次にですね、こちらの、ね、後入れかやくですね、ネギの刻んだものとね、これは麩ですね、これをね、入れたいと思います。で、これをね、ちょっと麩をね、ちょっと軽くね、浮かして、で、完成でございます。じゃあ早速ね、食べていきたいと思います。まずね、スープからいただきたいと思います。もうこの時点でね、塩のなんか塩ラーメンのね、香りがね、しますけどね。この味、あっさりのね、塩ラーメンでございますけどね。麺もね、いただきたいと思います。でもね、結構ね、なんかスープとね、合ってね、とてもね、うまいね、塩ラーメンでございます。で、塩ラーメンは初めてですよね。過去にはね、塩味噌ラーメンばっかりね、やってたことがあったんですけどね、今回は初めてのね、塩ラーメンのね、カップラーメンでございます。またね、ちょっとお金に余裕があったらですね、こういったカップラーメン動画もね、やっていきたいと思いますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。で、こちらのね、都合麺の函館塩ラーメンもぜひね、機会がありましたらご購入してみてはいかがでしょうか。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。